芹沢優の VTuber とあそぼ。皆さんこんばんは、芹沢優です。さあ芹沢優の VTuber とあそぼ第2回が始まりました。というわけでね、もう私一人じゃなんでもないので、なんでもなくはないですけど、私一人じゃ心もとないので、早速読んでみたいと思います。琴音ちゃーん、はーいはーいどうもどうも、今日も I love you じゃん、あいじゃなくてほら自己紹介してください。自己紹介、あ、それそれそれ、ごめん忘れた。はい、こんにちは、こんばんは、おはようございます、なんか一緒になった、天神くのねだーじゃーん、イエーイ、すごいよね。入ってきたの何だったの、あれ入ってきたの、うん、なんて言ったっけ忘れてる、もう忘れてる、もうね、散歩歩いたら忘れちゃう。歩いてないけど、歩いてないけども忘れちゃう、忘れちゃう、もういいね、今日も濃い感じでキャラが、いやー、ゆうちゃんも今日も濃い感じで、何がキャラが濃い口だね、この画面の中。そう、あのなんか同じような仲間が集まった感じ、すごい。そうだね、うん、ノリが似てるの、ノリがね似てる私たちなんですけれども、はい、まあ、第1回目の放送が終わりまして、うんうん、反響とかどうでした、あのファンの皆さん、ファンというかあれか、あの信者の皆さん、信者の皆さん、うん、いやなんかやっぱりみんなゆうちゃんのことめっちゃ好きで、やっぱめちゃめちゃ好きで、そうだからなんかすごいねって言われましたすごいねって、すごいねって、うん、めっちゃ言われた、うん、でも私もなんかやっぱファンの方の中もやっぱこう、やっぱ VTuber って今こう波に乗ってるやつじゃないですか、だから良かったねみたいな、本当に、うん、やれて良かったねって言ってくれました。あと琴音ちゃん可愛いってみんな、そんなノリが似てるから、多分私のファンも結構この濃い口求めてる人多いと思う、うん、ほんまか、うん、いやまあまあでもそんな感じでね、いろいろやってたんですけれども、はい、なんかねちょっとお便りが来てるんですよ。お、お便り、はい、こちら高垣さんからいただきました、ありがとうございます、ありがとうございます。セリコ琴音ちゃん、こんにちは。こんにちは。前回の放送楽しく聞かせていただきました。うん、セリコ面接、あざと可愛すぎましたね。神様はいつにも増して噛んでた気が、わらわら。ところで、些細なお願いなのですが、ツイッターでの番組のハッシュタグを考えていただければ幸いです。うん、よろしくお願いします。だって、ハッシュタグ。ハッシュタグ。琴音ちゃんはいつも自分の番組やるときはどんなのつけてんの？シャープ。うん、琴生、琴生ね、うん、生放送だと琴生で、うん、その他だったらシャープ琴音鏡かな、琴音鏡ね、うん、琴音鏡って私あのハッシュタグ見た時なんかすごいすごい人たちだなと思ってるんだけど教祖なのかなみたいな、そううちは教祖なんや、神だからね、神だから、神だからね、でもゆっちゃんゴッドやからね、あ、そう、芹沢優の VTuber と遊ぼって略すと何なの、芹沢優の VTuber と遊ぼう UVUV、 紫外線だ、うん、そうだね、日に焼けるかみたいなあるよねUV だとでもさ、UV ケアと戦っちゃうから、そうだね、まあ、セレブ、セレブ、セレブとかにしておきます、セレブ、でもセレブ、セレブセレブって読みにくい、セレブ、セレブ、 EV みたいなのね、セリ、セリブ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 だね、でもさ、VTuber と遊ぼだから琴音ちゃんの名前がタイトルに入ってないんだよね、うち VTuber あ、そうか、VTuber だけどさ、なんか琴音って名前欲しかったよね、あー、セリブイで行くじゃん、セリブイでいいと思う、だっていい、うちもなんかもうゆうちゃんのなんだろう名前があればもう何でも満足しちゃうからさじゃあシャープセリブイで、あ、シャープじゃない、うん、ハッシュタグか、ハッシュタグセリは漢字にしよっか、オッケー、漢字のセリに大文字の V で、 V 決定しました、イエーイ、セリブイでーす、皆さんこれからぜひぜひあの感想なんかをそちらにつぶやいてくださーい、はい、芹沢優の VTuber とあそぼ。はい、じゃあまあね、そんなところでちょっと普通歌みたいなリスナーさんの方からね、いろいろメールが来てるんですよ、はいはいはい、1回に続きまして、うんうん、ありがとうございます、ありがとうございます、うんうん、じゃあそれをね読んでいきたいと思います、はい、こちら
ラジオネーム風おそさんからいただきました。ありがとうございます。ありがとうございます。ゆうちゃん、琴音さんも初めまして。初回放送を見ました。見終わった後の小一時間はラジオ新時代の幕開けに立ち会ったわって余韻でいっぱいでした。かなり挑戦的な試みの番組ですが、お二人の掛け合いが本当に面白く、そして本当に可愛く、二次元と三次元の垣根をなくす伝説に残る回だったと思います。さて、この素晴らしい番組をもっと多くの方に知ってもらうには、やはり親しまれやすい番組の略称が必要ではないでしょうか。ぜひお二人で考えていただきたいです。私から一つ提案させていただくと、芹沢優の優と VTuberの V で UV とかどうでしょうか。夏の日差しにも負けないくらいお二人に輝いてほしいという意味も込めてです。これからも番組楽しみにしています。ありがとうだって UV、 いやー UV、 さっきも出たね、サンシャインシャイニーだね。サンシャインシャイニーだね。シャイニーシャイニー、懐かしい。スコスコとか言わない。オタクのオタクの言葉よ。うちオタクよ。あ、そっか、そうよ。使っていくスタイルね。使っていこう。スコとか言って、スコスコスコって使う女の子マジ久々に見たわ。スコスコのスコですわ。やめなさい、もう繰り返さない。どうしましょう。まあ、UV もいいけど、なんか私的にさ、うんうん、U って名前すごいよくいるっていうかさ、うんうん、無難な名前だなってすごい気に入ってるけど。いやでも気に入ってるけど、うちはね、ゆうといえばゆうよ。ゆうといえばみーですか。そうです。ありがとうございます。まあ違う感じがいいかなって思って、やっぱセリコがさ、私すごいよく使うのね、うん、セリコセリコセリコなんだよ、セリコセリコとね。でもさ、セリコとコトネを合体させるとさ、セリコとねみたいになるじゃん。うん、セリコとね。でもさ、今回セリコと遊ぼだから、うん、セリセリコとことで、セリザのセリと、うん、琴音ちゃんのことで、セリことセリこととかどうでしょうか。いいと思います。いいと思いますか。イエス。え、どうする、ひらがなとカタカナか。え、アグリーってどういう意味。賛成。多分賛成な気がする。多分あれだけど、もうちょっとできるのに。うぃー、 LA かぶれに何言ってるんだよ。あ、そうです。詳しいね。そう、私この前ね、LA に来たんですよ。え、どうする、セリコと、え、カタカナ、ひらがな、セリコと、え、どっちがいいんだろう。セリでも、セリコのセリはセリ、カタカナもいくし、まあ、ひらがなもある、どっちでもいいよ。でもコトネはひらがなだもんね。うん、どうなんだろう、どっちがいい。決めちゃいなよ、ゆう。でもセリコのセリはなんか、あの、カタカナのセリって感じがするから、うん、セリとひらがなのことで、あ、紙組み合わせる、紙組み合わせちゃってかっちゃって感じで、カタカナセリにひらがなことで、ことセリコ と、いかがでしょうか。決定しました。決定。これから皆さん、この番組の感想なんか送るときはセリコとのセリコとセリコとまでお願いいたします。ハッシュタグと変わっちゃったけど、まあいっか。まあ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 、そうやな、ええやな、そういうこともあるやな。次のメール行くか。行くか。行きましょう。お願いします。こちら行きます。おい、はい、ラジオネーム、うん、ラジオネームっていうか、あれか、韓国からいろんな VTuber を応援している大ファンさん、ありがとう。どうも、 VTuber 好きなんですね。芹沢優さん、神様、こんばんは。こんにちは。ラジオ放送の初回、本当におめでとうございます。韓国に住んでいるので日本語がまだ下手です。本当にすみません。私は最初は VTuber のキズナアイちゃんを知っていましたが、いろんな VTuber が存在するのを知って、世界もやっぱり広いですねっていうのを感じながら、今はいろんな VTuber さんの動画を見ています。もちろん今は私はポンコツ神様の大ファンです。いやー、ありがとう。ここで芹沢さんに質問です。はい、芹沢優さんは何のきっかけで VTuber に興味を持つようになったのか、すごく知りたいです、うんうん、あ、最後に神様、ラジオ放送では発言にご注意を。ごめんなさい。いつも応援してます。どうか頑張ってください。ありがとうございます。心配もありがとうございます。神様のファンなんですね、きっとね。ありがとうございます。でも私も VTuber ってあんま最初よく知らなくて。あ、そうなんだ。そう、あんま分かんなかったけど、私もキズナアイちゃんが、うんうん、やっぱすごい。そうね、前私がやってたアニメでなんかキズナアイちゃんが声優デビューしてくれたんですよ、うんうんうん、羨ましい。まさかの、そう、共演したのアニメで。うんうん、うん、それで知って、あ、こんなコンテンツがあるんだっていうのを知ってって感じかな。ねえ、いやでもなんか本当にたくさんいるんだよね、 VTuber さんって今ね、うん、多いよね。いやでもなんかね、新しいね、新時代ですね。いや本当に、だって2次元と3次元が会話するってすごいことだよね。そうだよね、うん、いやもうね、ちょっと私もこれからね、より深めていきたいですね。いやもう本当に画面の中からこんにちはって、うん、いつかこんにちはしてほしい。いや本当にもう、いつかさ、この普通のラジオのブースに琴音ちゃんがね、登場することができたらいいんだけどね。もう本当にお隣に座りたいよ。ういーって感じでいいですかね。
はい、はい、というわけで皆さんたくさんありがとうございました。ありがとうございます。まだまだメールお待ちしております。結構何でも自由にメール送ってきてください。はい、アドレスはすべて小文字で vtuber@joqr.net、 vtuber の綴りは vtuber です。です。皆さんたくさんのメール待ってます。待ってます。芹沢優の VTuber と遊ぼ。ではでは続いて挑戦するのはこちらのコーナー、せーの、ゆうとことねの仲良く遊ぼ。ございます。だけど1回目はね、うん、セリコ面接やったんですけど、うん、どうでしたあれ。なんか楽しかったよね。いや、もううちが個人的にめっちゃ可愛くてもだえておったっていうやつ。もだえておったか、可愛がって、もうセリコを言ってセリコを言ってたんだ。何度もセリコを言っておったな、うん、まあ、そんなわけで、ね、そう1回目からいろいろやってたんですけど、うんうん、今回もいろいろね遊んでいきたいなと思いますよ。まあ、今回の遊びのテーマの一つ目がこちら、うん、ほい、デレメッコで遊ぼ。デレメッコね、似てるよね、私たちやっぱり通じ合ってるよね、なんかでも言い方がそっくりしててびっくりしてるわ、うん、もうニュアンスといい、タイミングといい、この言葉なんだっていうね、好きすぎて似ちゃったのかな。やばいな、愛がね、愛がな。そうです、デレメッコ。まあ皆さん聞いたことがないと思うんですけれども、うん、ないない。まあいわゆるにらめっこは、はいはい、まあ、変顔とかして相手を笑わせるんですけれども、うんうんうん、このデレメッコは相手をデレデレさせる、番組が開発したゲームでございます。あら、開発されちゃったわ。開発したね、褒めて褒めて褒めまくり、うん、相手を照れさせた方が勝ち。3回勝負で、はい、なんかね、こう一気にやっていくんだって。ゴングが鳴ったら私が褒める、はいはいはい、ゴングが鳴ったら琴音ちゃんが褒めるっていうのをこう3回繰り返して、うん、こう交換していって、うんうん、こう、まあ、勝敗は最終的にスタッフさんが決めるらしいです、うんうん、で、まあ、勝った方には嬉しいご褒美、負けた方はとんでもない罰ゲーム。なんですってなんだってなんでそうですよ。だからなんかね、何をするか全然わかんないんですけど、まあ、なんかいいことあるみたいです。なるほど。で、相手をいかに出れさせるかがまあね、今回勝負のコツらしいんですけど、まあ、相手への好きレベルが試される。いや、これはうちが好きやもん。私も琴音ちゃん大好きだよ。あ、本当に大好きだけど、ぶっちゃけ知識量みたいなのはまだ全然浅いから、うん、そこが怖い。そうね、でもなんかもう全部褒められるとこしかないから、ゆうちゃんに関しては。逆になんか褒められないとこないじゃん。うん、いや、ダメだ、私これ照れちゃうな。うーん、とか言って、これにやけたっても顔とかも真顔じゃん。真顔でいればいいのこれ。あ、そうみたいな顔でいればいい。それは面白すぎるみたいな。じゃあとりあえず真顔で言ってみますかね。いや、じゃあまあもう本当にお互いのね、好きな気持ちをぶつけ合うという感じで。任せてくれ。ぶつけ合っていきますか。いや、できるできる。先行後攻決めますか。いいよ。じゃんけん。じゃんけん、いける。じゃ、うち言葉で言った方がいいのかな。そうね、そうね、ちょっと不安だもんね。うん、いきます。じゃあいくよ。おいよ、せーの、最初はグー、じゃんけんぽい、チョキ。おー、おそろだ、通じ合っている。やばいやばい。もう一回いく。オッケーオッケー。あー、行こうでしょ。チョキ。おー、負けた。チョキで勝ちましたね。勝ちましたね。どうする、どうしよう。そうだね、じゃあうちから褒めに行こうかな。先行で、先行で。じゃあ先行後攻も決まったんでね、うん、やっていきますか。やっていきます。これ今回あのちゃんと決まり文句があって、掛け声が、うん、デレメッコしましょ、デレたら負けよ、萌え萌えキュン。すごいね。すごいよね。すごい。誰が考えたのかな。誰が考えたのかな。恥ずかしい。誰が萌え萌えキュン通ってんのかな。そういうメイド喫茶みたいなところにね。よくあるこのあれですけど、これを二人で掛け声したら、うん、ゴングがバーンとなりましてスタートという形になります。了解いたしました。なんだけど、うん、ちょっと琴音ちゃんちょっとさ、うん、ニヤニヤしたかちょっと判別しづらいんで、ちょっとアップにね、よりドアップに。あ、かわいい、かわいい、その仕草。ういー、ういー、かわいい、あざといよ。やばい、危ない、脳が見えちゃう。脳がういーって。おっちゃ、いい感じね、顔もアップになったところで。はい、準備は OK？ OK。 じゃあせーので、行ってスタートよ。オッケーよ。じゃあ先行琴音ちゃんで。うん、それでは行きます。はい、せーの、デレメッコしましょ、デレたら負け。ちょっと待って。
ひらがなぐらい読んで本当にごめんなさい。じゃあもう一回いきますよ。お願いします。せーの、デレメッコしましょ、照れたら負けよ、萌え萌えキュン。ゆうちゃんのお目目ってキラキラしててすっごい可愛いね。ことねちゃんはお目目の中にうさぎちゃんおるやし、キラキラしてるし、顔のバランスとパーツが完璧だよね。ブチュあと、髪の毛の飾りも可愛いし、あとなんか動きが可愛い、あとあの鉛が可愛い、あとね噛んじゃう時も可愛いし、なんか私のターン長くね、長いあのあれも好き、ういってやつ、ういってやつも可愛い。あ、ゆうちゃんは可愛くてセクシーで、デビューした時からうちの一番の推しだよ。ハートがいっぱい出ちゃう目から。いや、ことねちゃんはもう本当にあの かわいいよね。頭身がこう小柄な感じもかわいいし、あとあの歌がやっぱうまいよね。やっぱ私実力派な人が好きなのね。だから歌がうまいってことはきっとすごいたくさん練習したんだろうなとか、歌うまくなるために頑張ったのかなとか想像するとすごい押せるし500年も生きてるのにお肌ピチピチだし500年も生きてるのに知識もビビ、なんかそれ、ん？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  ん？ん？ あれこれ褒めるやつだよな。うん、あれ、おい、ゆうちゃんはお肌ピチピチだし、 LA 帰りでちょっと焼けてるけどすごい可愛いし、髪の毛もトゥルントゥルンだし、にじみんの時のツインテールが萌え萌えキュンだったよね。可愛い。ことねちゃんはあのなんかそのなんかすごいゆうのこと詳しいよね絶対ツイッターリアタイで見てるよねそういうことしてくれる人好きなの。好きだよ、ことねちゃん好き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 。なんだこりゃなんだこりゃ、好き好きはずるいなおしまいです。やばいな、やばいな、これなんかむずい。え、どうします、これなんか何、なんかもうワンラウンドし、あ、しなくて、あ、オッケーです、オッケーです。というわけで、うんうん、勝敗をスタッフさんに決めてもらいます。あら、私たちの判定じゃなくて大人の判断です。大人な判断、ね、大人の判断。じゃあスタッフさん判定お願いします。お願いします。勝者ことねちゃん、あー、よっしゃ、来た喜び方がほんといかついわいやでも勝てなかった、もう知識量で勝てなかった。いやもう可愛かった、あのね、リアタイというか通知入れてんの。あ、通知入れてんの。そう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 ツイッターの。そうそうそう、ピコピコ鳴るやん。なるなるなる。アニメとかリアタイしてる時めっちゃ鳴るやん。めっちゃ鳴る。おお嬉しい。通知入れてんのよ、500歳のババアなんで。あ、ババアじゃない、ピチピチよ、ピチピチよ、ピチピチ、全然ピチピチよ、ピチピチ。通知入れることを覚えました。ピチピチなことねちゃんが私のツイッターの通知を入れてくれているそうで、だから詳しい。さすがに勝てなかったというわけで、ことねちゃんが勝ったということで、うん、はい、なんかご褒美があると。ご褒美がある、ご褒美があるらしいですよ。あるらしいのかな。そう、なんだっけ、ご褒美が、うん、なんかお願いを私が聞くおみたいな。私にとってはある意味罰ゲーム、うん、あ、で、うちにとってはご褒美。そう、なるほど。そう、なんか一個お願いを、じゃあなんか、え、なんでもいいの、ほんとにいいのね。うん、ほんとに。じゃあ無理なやつやめてよ、無理じゃないやつにしてください。オッケー、そしたらうち今こんな感じやんか、うん、だからうちのことをイメチェンさせてほしいなって思うねん。イメチェン？そうそうそう、あのお化粧とかで、こう、ゆうちゃんほらお化粧すごい得意やん。だって、あ、するする、好き好き。あの自撮り見てもすごい可愛いなって思うし。自撮りね、ほんとありがとう。だから、うん、うちのことをゆうちゃんの抜群のセンスで面白く、そして可愛くしてほしいなって思う。今面白くって言っちゃったね。面白可愛く、おもかわ、おもかわ、おもかわね、オッケーオッケー、任して任して任して、いい塩梅、いい塩梅取るから。
ゆうちゃんならいける。だって神でしょ。神だから、うん、よし楽しみ。じゃあ早速してくれる、私が面白かわいくしてやりたいと思います。えらちくしてやりたい。それではやってみよう。お願いします。いいですか。いいです。私見えてないからね。できました。はいはい、どうぞ。あ、これどうなってんのかな。どう、かわいいですか。え、どうこれ。確認できてないのがことねちゃん。そう、だってうちの顔だもん。そうだよね。あ、でもこれのまま続けてやればいいのか。可愛いんでしょ、だってこれでこの後の放送行くの。可愛いでしょ、だって可愛いよ、可愛い。可愛いんだよね、だって。そう、なんかすごいね、美人になった。ケチャップな感じどういうケチャップな感じ。ケチャップ感強いですね。え、どういうこと。テレレテレレって感じ。本当に。でも可愛いってことだよね。そうそうそう、眉毛もいい感じだしね。美人さんになったってことだよね。どう、柑橘系です、柑橘系やめ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 。え、なんでなんでなんで。いや、いつもでそれやったら可愛いけど、ちょっと今でやると強い。どういうこと、どうなってんの、悪が強い。怖い怖い。はい、というわけではこんなもんでした。ノエこんなもんでした。というわけでこんなもんでした。こんなもんでした以上、ゆうとことでの仲良くあーさまでした。芹沢優の VTuber とあーそぼ。はいはい、そして続いてはですね、前回から募集を始めたこちらのコーナーいきます。セリコ監督の VTuber プロデュース。はーい、 I'm you 芹沢監督です。 Nice to meet you。 というわけでね、 VTuber 顔戻ったね。戻った。フェイスがどうなってたのかな。フェイスが復活してますね。そう、化粧落としをしなさいってスターボさんに言われた。そうね、可愛いが一番ですからね、うん。まあ、そんなわけで私が監督となって VTuber のことねをねプロデュースするこちらのコーナーなんですけれども、すごいことなってるね。そうよ、今回はね、まあ、前回なんとなくメール募集みたいな感じになって、うん、今回はちょっとね、私が監督となって、うん、ちゃんと改めてね決めちゃおうということで、本格指導です。本格指導、本格指導、イエス、イエイエイエス。まあね、はいって感じで、私今ね何がいいかなってずっと考えてたんだけど、まあちょっと今言う LA 帰りで結構かぶれてんのよ。ことね、ミスことねに、ミスことねにお願いしたいことは、はい、ことねのことねのことねなりのイングリッシュ、ことねのことねのなりでんでしゃーかんだね。ことねなりのイングリッシュが聞きたいなと思って。ことねイングリッシュ、ことねイングリッシュ。まあ私は私なりの芹沢イングリッシュでやってるからまあ多少のね、多少のミスがあっても大丈夫なんだけど、ことねちゃんもぜひちょっと英語でね何かしら、まあ、自己紹介でもいいし、はあはあ、なんかゲームの紹介でもいいし。なるほど。なんかこの次のその YouTube のやつ、次のというかね、うん、どっかのタイミングでそのことねちゃんが英語を喋ってるやつを上げてほしいなと思うんだけど。あ、いや、もうことね丸みたいな感じですか。そうそう、ちょっとすでに不安ですけど英語はどうなの、ことねちゃんは。英語じゃない。英語でしょ、あの、うん、あれだよね、アイアムスチューデントみたいなやつですよね。やってたよね、昔そのシリアム。 A とはいらんよ、 A とはいらんよ、いらん中年、いらん中年、懐かしいことねちゃん、神回でもやってんだね、この CM。 そう、神の展開でも、あのね、展開にはおらんのよ、うち京都に住んでるだけだから。あ、そっか。そう、じゃあちょっと今度やってください、ぜひ。いいよ。今回はじゃあその英語で遊ぶってことでお願いします。 OK ベイベー、ベイベー。はい、じゃあこれまたいろいろ溜まったらまたアップされるんで、皆さんは待っててください。そう、ウェイトしててください。ウェイト、はい、ウェイトしててね。グッバーイ、グッバーイ。芹沢優の VTuber とあーそぼ。お送りしてきました芹沢優の VTuber とあーそぼ。そろそろエンディングの時間でーす。あー、今日も楽しかったね。楽しかったね。の第2回にしてなんかもう仲良ぴな感じでね、仲良ぴっぴな感じ で、 な感じで。いや、ほんとシュキバカはい、
この番組は皆さんからのメールをお待ちしています。ふつおたのコーナー、ゆうとこのねの仲良く遊ぼう、セリコ監督の VTuber プロデュースなんかに送ってきてください、アドレスはすべて小文字で VTuber@joqr.net、 VTuber の綴りは VTuber です。それではゆうからまずお知らせです。私はですね、もう最初に流したんですけど、7月25日にファーストシングル最悪な日でもあなたが好きが発売になります。はい、よろしくお願いします。お願いします。8月3日にあの TIFF というあのアイドルがいっぱい出るイベントに出たり、あの8月26日には兄様、私たちは3日目になります。ぜひぜひ遊びに来てください。お願いします。琴音ちゃんからも何かありますか？あ、うちはチャンネル登録よろしくお願いします。お願いします。ということで、芹沢優の VTuber と遊ぼう、以上です。お相手は芹沢優と天神琴音でした。来週もまた遊ぼう。